厳しい寒さが続きますが、ふと空を見上げて星の美しさにハッとすることはないでしょうか。空の透明度が高い冬は綺麗な星空が楽しめる季節です。冬の星空の魅力は日没が早いので観察する時間が長い、明るい一等星が多い、さまざまな色の星がある、上空の空気の流れが強いので星がキラキラと瞬きやすいなど、星の観察に好条件が重なります。そして今年はベテルギウスを含めて3つの赤い星が並ぶ様子が見られます。ベテルギウスから西の方角に赤い星のアルデバラン、さらに右に赤い星の火星、つまり3つの赤い星がほぼ等間隔に並びます。ただ火星は日が経つにつれて星々の間を動いていくので、ほぼ等間隔に並んだように見えるのは2月の中旬から下旬にかけてとなります。2月は雄大な冬の大三角と西の空で日々見える位置が変わっていく火星を含めた3つの赤い星が並ぶ天体ショーが楽しめます。空気が澄んで輝く星空を見上げてみてはいかがでしょうか。